こんにちは、ゴルフ YouTuber の寺優です。今回はトップトレーサーレンジを初心者の方でも使えるやり方、これについてお話をしていきます。練習場へ行くとドライバーをバシバシ打ってる方やアイアン、フォームをこう確認して練習している方やたくさん周りにいますよね。そんな中でどのクラブでどういう練習をしていいかわからないですよね。安心してください。私が今から言う練習方法でぜひやっていただければいいと思います。初心者の方におすすめな2つのモード、これをまずお伝えします。1つ目はフリー計測です。このトップトレーサーレンジの一番左上にあるフリー計測というモードをまずやってみてください。このモードはシンプルにボールの打った距離とか方向とか、さまざまな数字を出してくれます。そして一番最初に皆さんやっていただきたいのはアプローチウェッジで50ヤードをまっすぐ打つことです。はい、やってみたいと思います。アプローチウェッジがクラブにない方はピッチングウェッジでも結構です。そして腕が地面と平行、そして右腕が地面と平行、この振り幅でまっすぐ50ヤード打つ練習を一番最初にやってみてほしいです。練習場へ行くと周りの人たちがみんなバシバシ遠くに飛ばしてるから、つい自分も飛ばす練習しなきゃと思いがちですよね。でもまずはしっかり芯で打てないと上手に飛びませんから、じゃあどのクラブでどういう練習したらいいのと、それがこのアプローチウェッジで肩から肩の、腕が平行から平行のスイングでまっすぐ50ヤードを打つ練習です。飛んだ距離が画面に表示されます。これでまず綺麗にボールに当たるように練習してみてほしいです。ポイントとしては上げた時に左腕がまっすぐ、そして当たった後は右腕がまっすぐになっているか、これをチェック意識しながらやってみましょう。まっすぐ、まっすぐです。この腕が曲がってしまうと芯に当たりにくいです。また私のこの腰から下の動きを見ていてください。打った後におへそがボールの正面に向くように体を回してみてください。腕だけでボールを打とうとしてしまうとうまく飛びません。腕がまっすぐ意識できるようになれば、今度は打った後におへそが目標方向に体を回すように意識してやってみてください。ここがスイングの基本になっていきます。これでアプローチウェッジで何回打ってもまっすぐ50ヤード飛ぶようになれば、当たる確率が飛躍的に上がるでしょう。この当たるようになってから飛ばす練習をすることが上達の近道です。次にやっていただきたいのはバーチャルゴルフです。この画面の中にある真ん中の方にありますバーチャルゴルフ、これはどういうモードかというと、バーチャルでゴルフのラウンドができるよと、実際のコースを回るかのように練習ができるよというモードです。この画面を見てください。まるでゴルフのゲームを今からするような綺麗な鮮明な映像ですね。練習の時とコースの時の違い、大きな違いの一つとして1球ごとにクラブが変わるというのがあるんです。練習の時は同じクラブを繰り返し打つ練習が多いでしょう。しかしコース行くと違います。まず1打目は主にドライバーから始まります。ドライバーをフェアウェイの真ん中に飛ばすというところから始まって、アイアン、アプローチ、パター、この流れを練習コース事前にしておいてほしいんです。今から私が回ってみます。そして都度ポイントをお伝えしますから、最低限ここを意識して練習をしてみてください。特に打つ前の素振りは多くても2回までにしましょう。
そして後ろから目標を見て構えたら1、2、3、4、5秒以内に素早く打つ、これを練習してみてください。つい方向を気にしたりスイングを慎重に気にしすぎてしまいがちなんですが、最初はですねスコアも大事ですがプレーファースト、素早く打つということも同伴競技者から見られているし必要になっていきます。ですからコースに慣れていない方は結構この辺から戸惑う可能性が高いです。常に素振りは2回まで、そして構えてから5秒以内に打つ、ここの練習もぜひこのバーチャルゴルフを使ってやってみてほしいです。では次行きましょう。はい、残り123ヤード私は50度のウェッジで打っていきたいと思います。素振りは2回まで、構えて方向を確認、そして打ちましょう。グリーンに乗りました。ドライバーを打った後このアイアンを打つときは、特に初心者の方はボールの上を打ちがちです。ドライバーは最初浮いていますから、ここを振った後に次地面のボールを打つって結構感覚変わるんですよね。ですから2打目の時のポイントとしては、素振りの時に地面をしっかり擦る、そうやって距離感を調整して打つと2打目が当たりやすいです。このバーチャルゴルフでは最後パターではなくてアプローチでスコアが決まっていきます。このアプローチの距離感の練習にもなりますね。はい、この寄った距離によってスコアが決まりますよと。もちろんバーチャルゴルフほど実際のラウンドは簡単ではないですが、逆にここで100以内で上がれないとかなりコースではスコアがかかってしまうでしょう。まずはこのバーチャルゴルフで最低でもパーからプラス2、3、つまりダブルボギー、トリプルボギー以内の数字で上がれるように練習してみてほしいです。もしそれ以上たくさんかかってしまうよという方は、もうちょっと練習をしてから、それからコースに行くことをお勧めします。このバーチャルゴルフはもちろんコースを想定したラウンドレッスンみたいな感じでもできるんですが、一つ初心者の方がどれぐらい上手になったらコース行けるのという目安にもなってきます。ここでプラス2か3以内で上がれるぐらい、まずは皆さんには練習を頑張ってみてほしいです。またクラブを変えて打つとか、ね、構えてからスピーディーに打つとか、まあ、そういった訓練にもなりますから、今回私がお伝えした50ヤードをサンドウェッジでまっすぐ打つ練習、そしてバーチャルゴルフでラウンドを体験してみる練習、この2つぜひトップトレーサーレンジのモードにありますのでやってみてください。ゴルフを始めたての方、練習場へ行ったらみんな上手に見えますよね。まずは私の言った最初の基本練習をやってください。そしていつコースに行けるのかな、どれぐらい上手になったらコースへ行けるのかな、不安な方、バーチャルゴルフでプラス2かプラス3以内で上がれるように、まずは練習を励んでみてください。それではまた。